万里古巨万里、1916年12月1日から2015年7月15日は、中華人民共和国の政治家、鉄道部長、中国共産党中央政治局委員、国務院副総理、道場務副総理、第五代全国人民代表大会常務委員長、などを歴任した。旧メンバーからの入れ替わりの中共八大元老の一人で、ある。 1916年12月1日に山東省東なるの貧民の家庭に誕生する。1936年に山東省立第二師範学校を卒業し、同年に中国共産党に入党した。その後1940年頃より地方の養殖を歴任した。1949年10月1日に、 中華人民共和国が建国されると、1952年に中央政府に入り、主に都市建設の分野で活躍する。1958年より、北京市党委員会初期どころ初期、副市長などを務め、方針の下で北京市政に携わる。しかし1966年より、文化大革命が発動されると、方針と共に失脚した。1973年に、 北京市当書記、革命委員会副主任として復活した。1975年には鉄道部長となるが、翌1976年の党昇平の三度目の失脚に伴い解任される。1977年に暗記賞党委第一書記に就任した。在任中生産責任制を積極的に進め、食料が欲しければ、調子用を米が食べたければ、 万里を探せと言われた。東商平の改革開放政策の支持者となった万里は、1980年4月に国務院副総理に抜擢され、同年9月の調子を内閣発足に伴い、常務副総理に昇格する。1982年の第12回党大会において、中央政治局委員、中央初期どころ、 常務初期に選出される1987年10月に開催された第13回党大会では、万里の中央政治局常務委員入りが長老たちと常務委員の間で議論された。要委員が、有事の際、真っ先に騒ぎ出すかもしれないと反対し、陳軍も同意したため、推薦した、党昌平も提案を撤回せざるを得なかった。また、総書記代理を務めていた、張史洋は、 党大会で国務院総理を辞することを海外の記者に告げており、後継指名は自分より若いものと断言していた。副総理のうち、長司要より若いのは、理法と滝雲で、総理就任もなくなった。1988年3月、全国人民代表大会常務委員長に選出される。 1989年4月以降学生による民主化運動が高まっていった。5月10日に出席した党中央政治局会議において万里は全人代常務委員会に政府連政委員会を設立することを提案。5月17日、訪問先のカナダで天安門広場での学生運動を愛国的行動と認める談話を発表したと新華社が伝え、 戒厳令に反対する側に期待感が生まれた。党指導部と学生との対立が深刻になる中、万里は予定を繰り上げて帰国したものの、帰着先は北京ではなく上海だった。新華社は病気療養としていたが、実際は党中央が万里に上海で休養するよう指示を出していた。洋商魂が孔卓海を使って説得し、5月27日、 万里は一転して、党中央の指示を表明する。天安門事件後、張志陽が総書記を解任され、江沢民が公認となった。中央の経験のない江沢民の総書記就任に、不安を覚えた方針が、かつての部下だった万里を総書記に押したとされるが、すでに高齢であり、全人代常務委員長についていたために見送られた。1993年3月、引退。 2009年8月、国慶節60周年前や、ある古参同士の談話と題された文章が発表された。その内容は、党内の最高指導層にいた元老と、中央党校の若い教授が4回にわたって話した内容が整理され、彼らの許可を得たものである。題名にある古参同士とは、万里のことを指すという見方もある。10月9日、 天津市党遺書記である長公来を筆頭に市長、市人民代表大会常務委員会主任、市政治協商会議主席らを従えて天津市を視察した。この時万里が車椅子生活であることが判明している。2015年7月15日に北京で病没した。98歳であった。ありがとうございます。